よく言うよ。がっかりした？うちに帰れって？ここがうちだ。親友？親友なんかいらない。誰も必要ない。ずっとそうだった。バイケーテアブラマカウェカカカカアブラマカウェアブラマカウェコンカニウェジロソンケあっちへ行け。どこかへ行っては答えにならん。何の答え？あんた誰？わしは自分が誰だか知っとる。それよりお前さんは誰じゃ？誰でもない。だからほっといてくれないかな。誰もが誰かじゃ。誰でもないものも。あんたわけわかんないよ。お前さんなんて自分が誰かも知らんのじゃろ。そう、あんたは知ってるんだ。ムファサの子をこの手に抱いた。父さんを知ってたの？いや、今も知っとる。もうずっと前に死んだよ。いや、生きておる。会わせてやろう。ついてこい、案内する。え、あ、ちょっと。ついてこられるなら待ってよ。わざついてこい。早く早く、こっちじゃ。ねえ、早すぎるよ。ほら、もっと急げ。待ってよ、ちゃんとついてくから。お父上が待っておる。見えたか？何も見えないよ。ワナセルマン、もっとよく見ろ。お父上はお前の中にいる。シンバ。父さん。シンバ、役目を果たせ。命の輪の中で。無理だよ。忘れるな、お前こそが誠の王だ。ごめんなさい、父さんみたいにはなれない。私が王として何より誇らしかったのはお前を息子に持ったことだ。それは昔のことでしょう。いや、シンバ、永遠に変わらない。待って、行かないで。私はいつもそばにいる。思い出せ、お前が誰か。思い出せ。それではもう一度聞くぞ。お前は誰じゃ？僕はシンバ、ムファサの息子。